どう激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ、やってきましょう。はい、というわけで今回ですね、東京都西東京市にあります異色台所チノスさんにやってきました。なんとこちらに激辛メニューがあるということで今回やってきました。そちらがですね、ハバネロワンタン麺ということでね、辛さの値を示すスコビル値35万スコビルの激辛唐辛子ハバネロを使ったワンタン麺ということで、とんでもない辛さが期待できるかなと思います。今回ですね、こちらの激辛ワンタン麺にチャレンジしていきたいかなと思います。それでいきましょう、レッツゴー。東京西東京市にある中華料理屋チノス。チノスとはスペイン語で中国の人たちという意味があります。今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。まずはタバスコの辛さ100倍を誇る激辛唐辛子ハバネロを3つ粗刻みにします。続いてハバネロに黒豚のひき肉、片栗粉を合わせ混ぜていきます。具が完成したら生地に包んでいきます。続いて丼に醤油ダレ、豆板醤、胡椒、ラー油、刻みネギを入れていきます。麺に関してはもちもちの歯ごたえあるチノス特製の三河製麺を使用。麺とワンタンを茹で丼に入れたら完成。ハバネロワンタン麺のおめみえだ。今日もね、勝手にセルフチャレンジということで20分以内の完食を目指して頑張っていきたいかなと思います。それでいきましょう、いただきます。あっさりしたこの醤油ダレのうまいっすね。チノス特製の麺絡ませていきましょう。いただきます。コシがあってもちもちして美味しいですね。すでにこのワンタンの中のハバネロがこのスープに染み出して、スープもねいい感じに辛くなってます。問題のこのワンタンいきましょうか。強烈だ。目が覚めるような辛さ。ハバネロはこれ粗刻みにしたものが3つ入ってるってことですね。あ、そうです。唐辛子はこれ細かくすればするほど辛くなりますから、これはとんでもない。まあその辺はちょっと休館日じゃないですけど、休みを設けたり私やらさせていただいてますから、まあその辺は激辛ジョニーですから調整はしております。まあ薬じゃないけどやっぱ牛乳とか、ヨーグルトがいいですよね。牛乳だったらすごいですか。あ、大丈夫です。今日は多分大丈夫そうです。額から大量ですね、これは。このワンタンよ、これめちゃくちゃ辛いね。この中身がすごいんですよ。これいけんのか、体中から滴るこの汗。
ああ強烈なハバネロ。うん。これ、これスープ飲み。ハバネロがこのスープに染み込んでますから。口の痛みが収まらないぞ。ごちそうさまでした。この汗が物語ってますよ。ハバネロワンタンを口に入れると辛さがブワーッとこう口の中に広がり、その後何食べても辛いという現象が起こります。破壊力あります。それではね、本日の辛さレベル発表していきましょう。異色台所チノスさんのハバネロワンタン麺辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 6.5 です。おめでとうございます。 6.5 になりますと。ということで今日も行きましょうか。本日のお便りコーナーということでね、変なコメントが来てるんで今日も読んでいきたいかなと思います。1通目、ペンネーム藤川なんとかサネミネさん。ザソースそんな辛いか、つまみ感覚で毎日一瓶開けてるけどと。嘘つけ、つまみで食べるようなもんじゃねえからな。ひと舐めしただけでも辛いから。YouTube 始めませんか。2通目、ペンネーム木村慎一さん。カラジュン痩せたと。カラジュンじゃない俺、現役からジョニーですよ。え、もう顔忘れたの、ひどいじゃないか。ペンネーム三崎かわいさん。てりたま一つ。うちマックじゃねえから大丈夫か。ウーバーでも頼めん。